おはよう、えー。黒沢です。あのー、25年前に撮ったキュアという作品が、今度韓国で、えー、新たに公開されるということです。あのー、昔の映画ですけれども、まるで新作映画であるかのように皆さん、えー、楽しんでください。よろしくお願いします。